ヒバリ族の学名、アラーダにちなんで命名された。アラウダは大きな衝突族を形成している。アラウダに軌道が類似する小惑星としては、タウントニア、クレマチス、ウルサ、シャントー、ターギス、ピルモア、ロジェストベンスキー、新選組などが挙げられている。2007年7月26日に、ジャン・リュック・マーゴットらによって、ヨーロッパ難点点問題の VLT を用いて、行われた観測で衛星が発見されて、同8月2日に公表され、S/2007-1 という仮符号が付けられた。衛星の直径は、約 6km で、主星から 900km ほど離れた軌道を約3日の周期で回っている。衛星は、その後、VLT のある地理で話されている、マプチェ語で、小さな鳥を意味する、ピチメートル、と命名された。ピチメートルは、上記の衝突族を形成した、衝突の際に形成され、アラウダに捕捉されたと考えられている。全世界の観測成果バージョンに、薩摩川内市川内宇宙館、2019年3月11日閲覧。ABC マーゴット、ジーン・リュック・ロホ、P、ディスカバリー・オブ、A サテライト・2アステロイド・ファミリー・メンバー・アラーダ、アメリカン・アストロノミカル・ソサエティ39、440、ビブコード、2007DPS 39.1608、M。オポジション・デツ&マグニチューズ4702ファミリー、メンバーズ。イタリアン・オーガニゼーション・オブ・マイナー・プラネット、オブザーバーズ、2009年10月5日、2013年8月4日、閲覧小惑星センター開放76269、2011年10月12日、2013年8月4日、閲覧。ありがとうございます。